お前どうも、紹介するね。西野志麻ちゃん、篠宮くんと同じ1年生だよ。お前知らなかったのかよ。6クラスもあるのに知りませんよ。つうか、女だったのか。この前は男レイヤーと思ってたからびっくりしたけど、話してみたら私たちすっごく気が合うの。ねえ。じゃああれはまあ、脳幹だな。西野さん、まだ帰らないの？正月どうするの？3学期になったらまた3年のとこ遊びに来なよ。西野さん、年明けの試合また助っ人来てよ。ずるい、うちが先だよ。なんだこの敗北感。これはあれですよ、宝塚的な。いやとはいえさ、言ったら負けです。つうかさ、同じ学校なことにまず驚くんだけど、偶然にしちゃできすぎだよね。ええ、セリノマ先輩の噂は前から伺っていました。でもあの出会いは本当偶然で、そう、できすぎですよね。できすぎた偶然は運命というのかもしれませんね。この縁は大切にしたい。よかったら今度うちに来てください。ミラージュサガについて語り明かしましょう。ミラサガ語り起こし、ぜひ。なんだ、すごっ。お帰りなさいませ、島お嬢様。さあどうぞ。部屋は3階です。どうぞ。ここは主にフィギュアのコレクションルームです。すごい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 。こっちのは昨年ワンフェスで買いました。知ってる、超有名原型師さん。しかも完全受注生産の瓦礫だよね。塗装はもしかして？はい、私が、ここは衣装部屋です。今まで作った服を全部取ってあります。しまちゃんは何でも作るんだね。いえいえ、セリノマ先輩の作った篠宮くんのドレスのが素晴らしかったですよ。なんで知って？舞台を見ました。さあ、一番お見せしたい部屋はこちらです。コミックスに小説、ラノベ、特装本、限定本に同人誌、っていうかこの PL 棚の充実ぶり。見ていい？見ていい？どうぞ。あ、ゼブラストライプの本全部揃ってる。私も持ってない昔の本とかある。それこないだ俺が並んだとこか。あ、私のサークルです。それ私のサークルです。漫画も書いてるんです。嘘つけてめえ、いくらなんでも盛りすぎだろ。どうしたセリヌマ、後の真似か。ガツンと言ったれ。本当にあなたが横島先生？はい、ちょっと待ってくださいね。これで信じてもらえるかな。あなたが神か。ゼブラストライプの本大好きで、いつも買ってます。緑島先生、握手。セリヌマさん、落ち着いて。ありがとうございます。これで喜んでもらえるならいつでも書きますよ。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 だいたい、こらこらこら、しっかりしろセリヌマ。さて、皆さんにお願いがあるって言ったのを覚えてます？モデルになってほしいんです、せっかくなので。シマちゃん、せっかくイケメンが揃ってるんだからってことだね。イエス。やはりここは基本に立ち返って。本心を意識していない親友、もしくは先輩後輩同士で王道だね、王道。OK、 五十嵐君と七島君、睦美先輩と篠宮君、それぞれペアで。何を相談してたお前ら。いいですね、そのまま顔を近づけて、少し傾ける。唇は薄く開く、いいですよ。バッチリです。そのまま肩に顎を乗せてみましょうか。こう
篠宮くんちの柔軟剤うちと同じだ。いい匂いだよねこれ。やめろー天国。では次は膝枕してください。はこういうのは見せた方が早いよ。膝枕はこう頬に手を添えると淡い恋心が表現できてグーなおかつキャッチ。話だよ。そしてそのまま顔を近づけ目は開けたまま。ごめん恥ずかしい。先輩かわいい。え？おい、私今ふざけてないですよ。セリヌマ今のは脳幹だぞ。ほらアイドルの PV とかでもやってんじゃん。あ見たことあります。ふざけてないですよ。本気にしてもらわないと困ります。こいつセリヌマカエ17歳、ファーストキスイケメン女子。